皆さんこんにちは、高橋明です。今回は諸藤選手のスイングを見てみたいと思います。男子ツアー一番の飛ばし屋さんなんですけれども、この日は抜かってて突き刺さるんですが、310ヤード以上、出てます。平均飛距離が300ヤード以上ですから、普段は320、330を軽く出しているはずです。それではスイング見てみましょう。ワイドスタンスで、懐の三角形をきれいにですね、潰さずに、背骨の軸で、上げています。トップはちょっとコンパクトなんですけれども、その場でボディターンですね、腰を開いてダウンスイングに入っています。そしてインパクトではですね、特徴なんですけど、ほとんど、左足が浮いてしまっています。違う場所を着地するんですけれども、100% 右足に体重が乗ったままインパクト、そしてところを完璧に崩さずにですね、大きなフォロー、そして高い、フィニッシュ、そして右肩が完全にターゲットを向くまで、ボディーターンが続いています。これが彼の、パワーとスピードの秘訣です。参考になりましたでしょうか。